安倍元総理が演説中に銃撃され亡くなってから2か月27日には国葬が執り行われる予定ですが昨日、岸田総理が7月の閣議決定後初めて国会の質疑に応じました。国ととととして葬儀ををり行うことで安倍元総理を追悼するとともに 我が国は暴力に屈せず、民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります。来日される各国要人と集中的に会談を行い、安倍元総理が培われた外交的遺産を、我が国としてしっかり受け継ぎ、発展させるという意思を内外に示してまいります。 国葬を行う意義について国民に理解を求める岸田総理しかし国葬の是非についてはいまだ世論は二分されたままですそして昨日も総理官邸前におよそ500人が集まり国葬に反対するデモに ANN の世論調査では 半数以上が国葬に反対していますそして今週発表された16億6千万円という費用に疑問の声も今回の国葬の費用は過去の内閣自民党合同葬などと比べて適切なものであるのかこれに対し岸田総理は参列する外国要人の受け入れや警備体制などを考えると 妥当な金額としましまた過去のさまざまな行事との比較においても、妥当な水準であると政府としては考えております国葬まで18日、果たしてどうなるのでしょうか、そして問題は国葬だけではありません、もう一つ、賛否、意見が二分されている出来事が。それは 安倍元総理が銃撃された現場について実は銃撃現場を歴史的事件の跡地として残すかどうか現在は反対の声が上回っているとのことですが市民の意見が割れているのですここからは国葬に反対しデモを行う洞口智子杉並区議とともに。 国葬そして銃撃現場の保存の是非について考えますはいひろゆきさんどう見てますか その安倍元首相が亡くなったのが7月なので、うん、その8月とかすぐにやってしまえばよかった、ね、と思うんですよね、うん、あの人がやっぱり亡くなった時にそに悲しみがあってで、暗殺、ねね、された現場に行く人もいっぱいいたと思うんですけど、今はもう誰も行ってないらしいんですよね、うん、なので、さっさとやればよかったので、引っ張り続ければ引っ張り続けること、いろいろな反対する人が増えるっていうのは、岸田さん、分かってやってんじゃねえかなって気がするんですよね。はい、おどういううい意味ですか <laughs>、うん まあ結局、安倍さんまあ含んだその清和会の勢力をなるべく減らしたいと思ってた岸田さんが、わざと遠くの方の日程を作ったんじゃないかなっていう気が、僕はしてなるほど、うんうん、でもそれ、ブームなんでね、自分自身の支持率にも跳ね返ってくるところがあるんで、まあ、もろ刃の剣かもしれませんが、まあ、トータルでどう考えたらいいのかね、そして賛成、反対、二分するような状況になってますから、そこ考えていきたいと思います。 ではゲストをご紹介いたします安倍元総理の国葬反対でも呼びかける中核派の活動家でいらっしゃいます堀口智子杉並区議です堀口さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします井上さんどうぞ あの僕、国葬に反対する人がいろんな意見を持ってたりあの普通の時にデモをするのは全然いいと思うんですよ、いろんな意見があるし、それをデモをしてそれが国民に伝わって確かに反対だよねと思う人も増えると思うんですよ、ただ、人が葬式やってるところに行って反対って叫ぶのって人としてどうなのっていうのを思うんですけど、なるほど反対っていう意見を広げたいっていうのと亡くなった人の葬式を厳かにしたいっていう人の感情を逆なでするっていうのは、なんかちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど。 村口さんいかかがですか私はまさにその、まあ、海,海,海外からあの各国の要人が集まるわけで、うん、この日本においてその安倍元首相の国葬っていうものが、まあ、怒ってる人たちがいるんだと反対している人たちがいるんだということを、まあ、その海外に向けても発信していくっていうことはすごく重要だと思っていてその一体その、まあ、安倍政治でどれだけの多くの人たちの未来が奪われたか命が奪われたか。 とということを考えた時に単にあの安倍元首相の、まあ、お,葬お葬式であると言っ,て言ったとしても私たちはそこで声を大にして、まあ、ふざけるなと国葬強行をふざけるなということを言わなきゃいけないそこに意味があると思っています。 濱口さんのご両親とかお世話になった人が亡くなったとして中核化、ふざけんなっていう人たちが葬式の妨害するのは全然、OK、ってことですかまあでもその一般の人と比べても仕方なくてやっぱ明確に安倍元首相が行ってきた安倍政治。まあ 様々な角度から批判があると思うんですねただの,その、まあ、普通の,あのなんていうんですか国葬という形に対しての反対を唱えるとそういう形の葬儀は許せないと、うん、僕は言論の自由だと思うので中核派に反対する人が中核派のこういうのよくないよねっていうのも自由だと思うんですよなので反対する人が葬式で邪魔していいっていうのであれば中核派の人が葬式お葬式されるのであればそれ邪魔する自由もあるってことになりません まあ、その、ある、あるんじゃないですか、それは、私たちには、まあ、わかりませんけど。オッケーなんですね。堀口さん的には、じゃあ、グチさんのご両親の葬式に。その中核だけになってくるのは、も全然ウェルカムで、正しいと。言論の自由だから、守るべきだってことですね。あまあ、私、まあ、来るなら、来いよって感じですよね、私的には。あ、わかりました。うん、あ、はい、その、そういう考えの方なら、わかりました。あの、ただ、グチさんは、えっと、安倍元総理の葬儀を。 あの自分たちでやるとか、身内でやるとか、うん、あるいはまあ自民党でやるでもいいかもしれませんけど。うん、そその形にどうこうじゃなくて、国葬という枠組みでやられることに対しての抗議っていうことでよろしいんですか?。ここはいかがですか?。もちろん国葬に反対なんですけれども、うんうん、あの元首相の中曽根さんの時の。えっと私たちは合同葬にも反対しました。うんうん、はい。はい、どどどの枠組みまで、このその要するに認めないと言いますか。まあ、その、うん、まあ中曽根元首相であったり、安倍元首相であったり、その。 方たちがやってきた政治の犯罪性を美化することは一切許さないという立場です、うん、国葬だからというところは非常に分かりやすく論点になっているんですけどうん、うん、それを広げていくと、またねあの、そこは違うって考える人が出てくるかなと思ったんですけど、ど、えー、の実際のところです、ね、こちらが8月21日,先日、先月です、ね、行ったその国葬反対デモっていうチラシなんですね、洞、え、口、ー、さんが呼びかけ人と。でここにですね会見措置,措置それから 中国への侵略戦争を止めようって書いてるんですね。はい、国葬と中国への侵略戦争ってどう関係があるんですか。すごくあのいろんなあのご意見いただくところなんですけれども、うん、私たちはまあ会見を通じて、その日本がまあ再び戦争の国に、あ戦争ができる国になろうとしていると。うん、でまさに今、まあアメリカ政府と日本政府が中国に対してまあ大変な軍事的な まあ、挑発を繰り返していると日本政府があ実際にまああの日米共同訓練とかさまざまな形で戦争っていうことがまあ現実に始まってるっていうふうに私たちは考えていてもちろん中国政府を私たちは支持はしないですけれども中国政府を倒すのは中国の民衆であって私たちはあくまで日本の労働者民衆として日本政府の戦争に絶対反対するというそういう 意味も含めてこの濱チさんが思ったことを喋るのは良いと思うのですがメディアで流れているので誤解をする人もいると思うんですが日本が中国に侵略戦争をしていると濱チさんはおっしゃってるんでですすかあその通り具体的にはどの行為を指している あ実際にまあ様々具体的などの行為ですか。うん、様々あって、まあアメリカと日本の政府が、まあ今中国の脅威論ということがかなりあの叫ばれていると思うんですけれども、中国が一方的な攻撃者で、その日本やアメリカが一方的な被害者ということは絶対あり得ないと私は思うんですね。で実際に世界最大,最大具体的にって言いましたけど、あ,あどうぞ。すみませんすみません具体的に言うと、まあ世界最大最強の まあ核軍事力を保持している米軍とまあその同盟国であるまあ日本政府が今戦後最大規模の実戦的な軍事演習をまあ中国近辺で繰り広げてるんですねそれはもう日に日に激化しているっていう事実があります。 でまあ、これこそねそ<う>私は最大の軍事演習って具体的にどこで行われてってどういったものですか、えっと具体的に言いますとこの間米軍が対中国を想定とした大軍事演習をアジア太平洋地域でまあ行ってきた。 っていう事実があります。一日の話ですか。その史上最大って一箇所ですよね。史上最大なわけだから。えー、何月何日にどこで行われたものさして言ってますえっと日本日本でえっと最近で言うと8月14日にえっと陸上自衛隊と米陸軍の実動訓練が始まりました。で28日にはえっとその14日はどこで行われたんですか。その史上最大の8月14日は。これはですね。えっと。 えっと奄美ですね。奄奄美美あ大島でも日米共同訓練8月14日のえっとすみません具体的な場所はわからないんですけれどもえだって史上最大だったらわかりますよね。あっすみません史上最大って言ったのはそのあれですねそのえっと日本でえっと奄美大島あるいは熊本県のえっと演習場で、えー、28日今月あ先月の28日に。 ウクライナに大量供与されている携帯型対戦車ミサイルジャベリンの実弾射撃が演習場で実施されたという事実がありますそれ何、なんの情報をこれはあの私たちで、うん、えと調査しているものですあの私,の私たちが、えー、と情報収集したものと何かの総数メディアとかの総数は分からない感じですかどう,どうしょ情報収集されたのかという。えー それはあの私たちの、えっとうん、発行している中核派の機関誌に、うんうん、載せてるんでする、うん おっしゃってることをそのまま受け止めるとしてで演習場で演習をしたことがなぜ中国の侵略戦争になるのかむしろジャベリン使っているのであればロシアに対して牽制しているっていうのであれば、はい、受け止める側ですね、守る側と、うん、防衛のの方にな,るなその演習場で練習はいつも通りの話です。で、うん、ウクライナを想定してジャベリンを使いました、それがなぜ中国侵略戦争に、はい、なるのか日本の防衛と中国への侵略って全く話が違うんですけど、ここはいかがですか。でもも私はあのウクライナの戦争も、まあ ロシアを、まあ、軍事的に、えーまあ、ひっくり返す狙いがあるというふうに思っていて NATO、アメリカの狙いがあると思っていましてでそ,のあそれは今、中国に日本が侵略戦争しているという話をしてすいるので中国への侵略戦争ということはあの、えー、ア,メリカもアメリカ政府も日本政府も、まあ、米軍、在日米軍、えー、陸上自衛隊の。えーと 戦争計画っててていうことが出出さされれ実際に戦争計画どこにあるんですかえそれは日本の陸上自衛隊の戦争計画って、ねえっと、つまりその権限がまず専守防衛でないはずですよ、うんえっと、そもそも論として。私たちが、えっと、言っている対中国作戦構想、うん、遠征前方基地作戦イーボっていう作戦があるんですけどもそれがえ実際に、まあ、米海兵隊が対中国で、えー まあ、実戦を想定した訓練として行われてますれアメリカ軍でそこに自衛隊がどうか自衛隊も沖縄をはじめ、えー、と実際にその戦争をあの一緒にやる日米共同訓練というものを、まあ、実施しているわけです、うんはいえー、とごめんなさいねあのちょっとこればっかりやってると時間が経ちすぎるんで <laughs> ちょっと一回ひろゆきさんごめんなさいねあのそれがなぜ国葬と結びつくんですか 私たちは国葬を強行することはその、まあ、巨国一致の体制を作る、まあ、今、ほとんどその狙いは崩れてますけれどもその安倍元首相を傷、まあ、むということをも口実にしてそのこの国を、まあ、一つにしていく、まあ、与党も野党もない、まあ、戦争政治休戦といいますかその政治的なその 安倍政治の批判ということをまあ封殺していくという狙いがあると思っていましてでそれだけではなくて私はこの、えー、実際にですねあの戦争準備戦争国家化ということが、まあ、あの実際に始まっていると思ってまして実際にあの自治体とか教育現場なんかでは弔意の,位の強,強制ということが実質的にまあ行われている。うん うん、やはりそのこの国葬、まあ、っていうことそのもの政治儀式そのものの持つ意味ということがあの私は問題だと思っていていやなんかその安倍首相がやったことはよくないこともあったよね安倍ノミクスが失敗して今の日本経済悪いよねとかで僕にはその安倍さん自身の財のになる部分もあると思うんですよね桜の会とか。でただ今おっしゃってる中国の侵略戦争みたいなわけわかんないことを言い出すと。 その国葬に反対している人はちょっと頭の微妙な人たちのグループだと思われてしまうっていうので、逆にデモに参加すると減りませんいや私はそうは思っていなくて、まああの中国えっとじゃあえっ、ー、と今じゃあ国葬のデモに参加している方は99%日本は中国に侵略戦争を仕掛けてると思ってるってことで,いいんですか？いやそんなそんなそれはちょっと <laughs> そのあじゃあじゃあ何パーセントですか？私たちはまああのもちろんその 中国への侵略戦争っていう、まあ、ワードにそのいろんな人たちからまあ意見もらいますけど私たちは粘り強くその、えー、戦争を起こそうとしている国は一体どっちなのかということをあの粘り強く訴えていく必要があると思っていましてもちろんその 当日国葬当日も、えっと、私たち以外にもあのたくさんの団体が、えっと、デモやさまざまな行動を呼びかけていますので私たちだけの,あの私たち中,、うん、中華化だけがという、うん、ことではないのでさまざま、ね、な主張の方たちがさまざまな形で、うんえー、当日デモをすると私たちはこの、えっと、武道館を包囲する形で。えー 確かにね、あのおっしゃるように、はい、中国脅威論というのは存在しているとは思うんですね、ですからそれ、向き合っていかなきゃいけないし、ええ、軍事バランスみたいなところで保っていかないと、守りきれないっていう話はあると思うんですけど、こちらから侵略戦争をしているみたいな風説っていうのは、ある意味では非常にそのあの経済面での中国との友好関係みたいなことも含めると、ですねむしろ迷惑な風説になるんじゃないかと、しかも根拠が、ですねジャベリンの訓練をしましたと、現にジャベリンの訓練してますよねと、ジャベリンは受けて立つ方ですよ、守る方ですよ。 それがなぜ侵略戦争なのかと、そしてそれは台湾有事に備えたものかもしれないみたいなことで言うと、中国侵略戦争っていうことを声高に叫ぶっていうのは、かなりの,このインパクトのある話ですから、うん、まあこういうふうに言うのは、こうやってねメディアで報じてるから言ってるんですけども、やっぱり国葬からは相当離れてますよ、国葬から離れてる、このチラシに書いてあって、うん、むしろその国葬反対の人が、檜木さん言うように、参加しづらくなるんじゃないか。 っていう気もするんですけど、ちょっと僕疑問なんですけど、<laughs> あの日本はじゃあ訓練をしてましたと。とで、あの日本の eu z って経済海域に中国ミサイルを落としましたよね。事実で言ったら侵略戦争を仕掛けてるのは中国じゃないんですか？でも、実際にそのまあ、あの中国のミサイル発射とか。それはまあ,あの私たちも全くその支持はしてないですけれども、そのじゃあなぜそういうことが起こるの？かって っていうこととを考えたきにガガンガン私はいやそれはミサイル発射ボタンを押した人が中国にいるからでしょう <laughs> いやそ,うそうなんですけどでもじゃあなぜそ,そういうことを、まあ、せざるを得ないのかってことを考えたときにいやせざるを得なくてやる必要ないじゃないですからなもういけないんですかこれはさすがにねいでも結や自,自衛のための,、まあ、あの自,自衛だって言ってやってることが実際自衛のための戦争っていうのはやっぱ私は侵略戦争とコインの表と裏だと思ってるので。<laughs> こはな,なぜ逆に言うと中国側のスタンスに立って攻められないようにしようみたいな中国側の考え方にな中国寄りってことでゃないですけど私たちは中国の,、はい、あの体制も中国寄りじゃないんだったら中国に日本の経済回帰にミサイルを落とすなって言うべきじゃないですかなんでそれが日本の政府に言ってるのかうてる日本の政府がそれをあの、まあ、挑発戦争挑発をして,るっているに私たちは思っているので。 分かりましたミサイルのボタンを押した方が悪いでしょう、ね、<laughs> いや、それはそうですよ、でもそれをじゃあ、日本政府はじゃあ、全く一切戦争挑発、軍事的な挑発をしてないのかといくら挑発をしたとしても、ミサイルのボタンを押した方が悪いです、うん、そうですね、はいずれ、まあ、にしろわ、はい、分かりました、いや、へへっていう、なんかすごい、なんか <laughs> わそ、そういう考え方あるんだっていうので、うん、なんかちょっとあの、勉強になります。<laughs> でもあれ <laughs> e z に、まあ、ミサイル撃たれたときは、そうですよね、日本側の e z に撃たれてますよね、えー、台湾が緊迫したとき、はい、台湾上空を通過したときには、日本の e z にも打ち込まれたと、うん、これはどう日本を守るかということにも話になってきたと、やっぱり我々日本国民なんで、うんはい、そこはやっぱりこう反論したんですか私たちは、まあはあのー、その,あの打ち込んできたっていうことに対して、じゃこれが、じゃ日本政府はどのようにこれを、まあ、利用して。 でまあ、さらにこうあの中国にの脅威論ってことを煽るのかってことにもちろん私は危機意識があって撃 <laughs> たれてるほだからかなり脅威、うん、の国、うん、沖縄、南西諸島の皆さんの安全をどう守るかって話になると思うんですよでもそんなこと言ったら南西諸島に核ミサイルを配備しようという計画を岸田政権進めてますけれどもじゃそれは本当に南西諸島にそ,そんな話どこにあるんですか ミサイルを配備するていう気が岸田政権にどこにあるんですか岸田政権が打ち出している政策にありますよ想像上の話は置いといて実際起きたことの話をすべきだと思うんですよだから想像上で言ったらアメリカがガンダム作ってますって言われても否定はできないじゃないですかだからじゃあ起きた出来事でいくと日本の経済海域に中国がミサイルを落としましたでそれをじゃあお互いにやっていったら本当に戦争になるじゃないですかだから日本のことを考えるんだったら中国にミサイルを落とすなよって言うべきですよね のが鶴野さんの話だったんですけど、で中核派として、その中国に対してそれはなんで言わないのかなと思って、で日本政府にこう言いますみたいな、えそれ日本政府に言うのどっちの味方なのって言うと、なんか中国の味方にしか見えないんですけど、アベマプライム進行の平石直之です。す。ごご視聴ありがとうございいままこれを機にチャンネル登録よろししくお願いします。